さあやってまいりました、小坂井壮太のほっこり松さんでございます。さあ今日はこちらの千葉港駅からスタートしていきたいと思います。京葉線で僕来たんですけども、思えばこの千葉テレビでやってるほっこり松さんなんですけども、千葉と名の付く千葉に来たことはもしかしたらなかったんじゃないかそうないね、柏とか行きましたけど、こういわゆるセンター寄りの千葉にはちょっと来たことがなかったような、県庁所在地に来てないもんね。そうですよね。今回改めてちょっと千葉港、元々も千葉市ですから。そうですね、千葉市にやってきたということなんですけれども、まあ、まず最初はちょっと電車の中で僕も見てきたんですが、ポートタワーやっぱ千葉象徴してるから ね象徴の部分ということで、ポートタワーに行きたいと思いますので、早速ではちょっと暑いですけど行きましょう。ポートタワーです。千葉港駅から歩いてポートタワーに向かっているんですけれども、実はもうこちらにポートタワーが見えてきております。さすが千葉のシンボル。こう意外と僕ごめんなさい、想像してたよりも結構大きいです。存在感がねありますよね。なんか落としましたねこれはなんだ、これはこれ半丁目だもしこれ使ってたらそういう D だと思ってください使ってたらちょっと番組そんな感じになってきたな。ちょっとじゃあ歩きましょうか。あれ NG だったら半丁だから確かに今ちょっとここで落ちて見た方はあれと思ったでしょうね、まあ、ポートタワーに向かって今歩いてるわけですけども、まあ、先ほどのあれはこういうちょっと干潮型でしたがポートタワーさすがにデーンとこう高くて、今正面から見るとちょっと手前にこう伸びているので、三角か四角かどうなのか、ちょっとそのあたりも含めてこれからポートタワー見ていきたいと思います。さあやってまいりました。こちらがはいポートタワーでございますよね。え、これ意外と近くで見るとデーンとこうそびえ立ってる感じがありますけれども、結構高いですね。125メートルっていうふうに聞いてますけども、まあ、ちょっと千葉に来たからにはやっぱりこのポートタワー登っておかなければということで、今日はこの番組たっぷりとこのポートタワーの魅力というのも僕は頑張ってお伝えしたいと思いますので、さあポートタワー中に入ってきましたが、展望台ビュープロムナードは4階ということで、4階まで早速エレベーターで行ってみたいと思います。失礼します。本日は見えてきたよ。見えますね、外の景色が。さすが千葉港というだけあって、あ、ちょっと工場街みたいなのもね見えたりして、すごい展望はいいですよね。113メーターのところに着きました。着きました、ちょうど着きました。こんにちは、失礼します。さあということで4階の展望室、高さは改めて113メートル、その地点にやってまいりましたけれども、もうねすでに景色が見えているんですけれども、ちょっとその前にこのこいつがちょっとポート君、いつもぼーっとしているこれまあなんとなくちょっと通ずるものがありますよね。いつもぼーっとして、そうですね、そうですね、そうですね。おおこれは思った以上に開けているし、でこれ下まで見えちゃうっていうのがね、すごいね、すごいですね。このガラス張りで結構上の部分しか見えないっていうのがタワー多いと思うんですけど、結構こう下の部分まで見えるという。じゃあ小坂井君あれ潮干狩りかなんかやってんのかね、はい、今ちょうど夏休みですから皆さんも朝からね潮干狩りなんかされてるんでしょうか。そしてちょっと目を前方に向けますと工場地帯というのが広がってますよね。で皆さんよくね千葉港というと千葉港をいわゆる勘違いされてる方っていうのが多いっていうのをちょっと聞いたんですけど、うん、いわゆる市川から袖ヶ浦までのその広い範囲のことを千葉港といって、そちらが取扱貨物量は日本で2位ということなんですけれども、つまりここは、まあ、千葉港なんですけど千葉港の一部分っていうことなんですよね。 そしてこう手前には車を積む船でしょうかね、
あれいわゆるよくテレビとかで経済の番組とかで出てくるあの新車がどんどん船に乗っていくシーンなんていうのはああいう船のことなんでしょうかね。やっぱりこう360度ということなので、ちょっとこっちはもう完全に海ですね。東京湾ですかね。東京湾の方に奥の方に今船が向かっていくのも見えますが、で奥の方はいわゆるこれは幕張方面、そのビル群からちょっとだけ左側に行くとこう緑が広がってまして、あの辺りは稲毛ですか。稲毛海岸、うん、ってことはその奥には QVC マリンフィールドがあるはずなんですけど、ちょっと今日は運が悪いですね。ガスってますね。雲海ちょっとこう雲が広がっちゃってる感じ確かに雲海ですね。この辺りはいわゆる食品工場街というね、多種にわたってますね、うん、後ろの方には石油のタンクみたいなのもあったりもしてね。さあそしてこっち側は、まあ、さっきちょうど僕が歩いていた千葉港駅がちょうどあそこですね。ちょうど今この番組の今日の一番最初に撮ったところがあの辺りですけど、500万人突破した記念でここが建てられたということで、僕と同じ26年目、まあ、千葉の発展をこう見つめてきたポートタワーっていうわけなんですけれども、とんがってない端、とんがってます。ほらすごいとんがってますね。すごいとんがってますね。とんがってるもんね、はい、ちょうどとんがってるよ。ちょうどこれとんがってる、三角ですね。三角ですねとんがってますね。とんがってますね。ちょっとだけひし形、ちょっとだけひし形、四角をちょっとこうぐにゃっと曲げたような感じなんだね。これちょっと確認しましょう。下で。かなりとんがってるよこれ。なんか今日とんがってる流行ってるんですか？さあ、ここは3階のカフェレストランラプラージュというところにやってきました。こんにちは、すみません、よろしくお願いします。アイスコーヒーをじゃあ、はい、いただけますか？はい、すみません。おいくらですか？300円になります。はい。300円。はい。はい、お願いします。ちょうどお預かりいたします。はい、ここもまた景色が、ここもいいね。ね、一回下とはいえやっぱり景色は素晴らしいですね。なんとここ日本夜景遺産登録されてると、さっき書いてあったね、上の階で書いてあったんですけど、登録されているということで、まあ、こちらでちょっと夜景見ながらなんてね、優雅な気持ちにもちょっとデートっぽくもねなるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとこう一人でポーッとこう何か考え事をしに来るにはちょうどいいし、こうカップルさんとかでね、こう景色見ながら盛り上がるなんていいですね。スカイツリーにもまあ魅力はありますけれども、もっとこうギュッと詰まった魅力がこのポートタワーにはあるんじゃないかなと今日ちょっと実感させていただきました。あの船乗りたいですね。あの船乗りたいですもんね。まあでもちょっとポートタワー今度は海からの魅力もこっと探ってみようということで、そうですね、ちょっとくつろいでる時間はないかもしれませんね。いいですよね、これすぐポートタワー今上で見てきましたけれども、すぐ下にこういう海があって、で近くには緑があるというこの周りの環境もまた素晴らしいということで、磯の香りを堪能しつつ、なんかこれ夏っぽい映画いいですね。いいね、久しぶりじゃないですか、うん、こんなでね、なんか撮ってる方が結構いるんですよ。この奥はご家族連れとかいるんですけど、おじさんなんか持ってる。今それ何撮ってらっしゃったんですか？これアサリ？どれぐらいやりましたこれ？これ1時間ぐらい。今日は大量じゃないですかこれ。いつもこのぐらい撮れる。じゃあ結構ここは撮れるからね。撮れる場所なんですね。やっぱり味噌汁、やっぱ一番味噌汁、やっぱり一番味噌汁が一番、味噌汁が一番、うん、いや皆さんも頑張って、ありがとうございます。でね何さしてるんですかって。いやお父さん毎年来てるって、毎年来てるお父さんがここはいい美味しいって言うんだから多分間違いないけど、やっぱりちょっと自由すぎますね最後。さあポートタワーの上から見ていた千葉港めぐりの遊覧船、こちらがその乗り場となっているようなので、ちょっとね今度は船に乗って行ってきたいと思いますよ。ちょっともうすでにテンション上がってますが行ってきます。
失礼します、はい、あの港巡りのこちらの船に乗りたいんですけれども、はい、人数とかお伺いしたの人数6名、はい、6名です、はい、ご案内の放送するまでお待ちください、はい、ありがとうございます、はい、ということでちゃんと皆さん分いただきましたけども、こんな感じで乗船券、こちらのアルメリア号にこれから乗ってでは行きます。失礼します。あ、はい、こんにちは、よろしくお願いします。さあ、いよいよ船に乗り込みましたけれども、もうモーターの音がすごい。こっちにちょっと行きましょうか。はい、じゃあちょっとこちらのデッキというんでしょうかね、外の方に出てみましょう。よいしょ、こんにちは、失礼します。結構もう観光の方でにぎわってますけれども、こんにちは、皆さん失礼します。これからおよそ40分なんですけど、これさっき気がついたんですが、これですね、ちょっと見てください、一番下見ると納涼船もあるみたいですね。それいいね、ちょっといいですね、このもう夕暮れ時を、サンセットクルーズですかね、サンセットクルーズ、まさに、うん、すごく綺麗な言葉で言うと、いいね、いいね、サンセットクルーズ、いいですね。お、間もなく出ます、間もなくです。これが餌になる、ちょっと投げてみましょうか。いいね、お、来た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 、船が出ました、船が出ました。お、なんかこれキャッチしますよ、このお、お、おい取ろうとしますもんね。頑張れもう餌が来るって分かってますね、これ完全に。これなんか美しい光景ですね。でもね、やっぱり小坂井くん、はい、海から見るとまた景色が違う ね、今ちょうど港を出て、こう曲がったところなんですけど、ちょうどあの今ポートタワーから僕らが見てたぐらいの角度ですよね。さっきのポートタワーがあそこにあるからね。そうですね、あのちょうど上の透明になってる部分がの一番上が展望台なんですけど、やっぱりさっき上から見た時もありましたけど、大きな船がたくさんいますよ。やっぱり下から見ると船は大きいんだね。大きいですね。あ、この辺りはあのさっき車がっていう話しましたけど、あ、車がいっぱい、ね、車がいっぱい、この車があの大きな船に乗って、まあ、国内だったり海外だったりに出ていくと、上屋、あの上に屋と書いて上屋という部分、これみんな保税倉庫なんだね。この辺りは全部その倉庫が並んでる部分、コンテナとかが好きな方はこれから来る景色っていうのは相当楽しめるんじゃないかと。僕も今ちょっとテンション上がってますけど、今ちょうどまさにキリンとか呼ばれる、いわゆる働く機械としては大きなもので、こんなに近くで見ることってないですもんね。うわー、あ、そしてなんかコンテナを運んでる車がこっちに向かって、あれ、コンテナの積み下ろしの車、いや面白い、この港の仕事ぶりっていうのもちょっとだけ覗けるというのもこの船の一つ醍醐味なのではないかと思いますが、そしてここで船が右手に曲がっていきます。これは正面なのか、やっぱり形がね面白いですね。こうなんだろう、平行四辺形に近いんですかね、菱形っぽいですよね。ちょっとね、今近づいてきたのはサイロ、いわゆるあの食品コンビナート。そうそう、いやでもこれはちょっと迫力ありますね。海の景色もそうなんですけど、やっぱりこう工場群が見られるっていうのはクルージングでもなかなかない。隅田川も確かに綺麗ですけれども、隅田川ではこの工場の景色は見られないですし、いわゆる工場萌えの人たちにはこの景色はもってこいかもしれないです。わー、また大きい船が出てきましたね。でっかい船、カモメもサービスショットのこの船なんですけども、僕の今左手に見えてきたのがですね、こちらが JFE スチールの東日本製鉄所、
こっち側が西工場となっております。いわゆる昔の川崎製鉄ですね。こうやって海から見ると近くでこういう風に見られるっていうのが一番大きいんでしょうね。でこれから船はちょうど西工場と東工場の間を通って入っていくということで、製鉄所とか鉄を扱っている工場というのはこういうね色味なんですよね。ちょっとね茶色が強い鉄色してて、鉄色なんですよね。やっぱり歴史を感じるよね。歴史を感じる建物ですよね。さっきの食品工場とはまた色味が全然違いますもんね。本当にこういわゆる千葉の港のいろいろな工場群がこう見られるコースですね。そしてこれですよ。これですよ。もうね、いやこれはちょっとすごい。大きな2つの煙突が見えるこちらがJF イスチールの東日本製鉄所。いやー本当すごい歴史感じるね。すごい。なんか例のドラマで出てきそうな感じだね。ちょっと華麗なるな感じの。そういう感じの一族な感じの。正面見るとちょっと近代的なマンションだったりとか建物も見えてくるわけですよね。こちらは千葉市内ですね。千葉市内の方ですね。いやこう歴史的なものを見て。近代的な千葉港のいわゆる町並みのところに帰るという、なんともロマンチックな航海でございました。ありがとうございます。みんなファンありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。私も92歳になります。92歳ですか。ありがとう。40分の船旅はどうでした。良かったですね。最高。じゃあ我々も降りますか。降りましょう。はい。いやでも本当あっという間でしたね。これ夏ぜひ皆さん夏に来てください。これ絶対お子さんとかと一緒に自由研究にもいいでしょうし、お子さんと一緒に来てください。40分素敵な船旅でございました。腹減ったね。お腹も皆さん空いてるでしょうからね。ちょっと美味しいお店に行きたいと思います。レッツラゴー。レッツラゴー。また桟橋を渡ってさて、すっかり日も暮れてきてしまいましたけれども、なんか暗くなっちゃったね。ねもうお昼通り越しちゃいましたね、一気に。なんかもう昼っていう話じゃなくて、もうお酒飲みたい時間だよね。お酒飲みたい時間ですね、うん、ここで飲むんですか。ここで飲みたい。じゃあ手羽と一緒にお酒をちょっといただこうじゃないかと。ビールかなんか飲んじゃおうかなみたいないうことですね。自宅もいるなみたいだけど、でもここはやっぱり手羽と、じゃあとりあえずお酒聞いてみますか。お酒聞いてみますか、うん、ちょっと飲んじゃいますか。ただ珍しいですね、これ吉岡さんがこれ紹介したいっていうパターンは。そう、僕はちょっとね、ここの店はね、小坂井君に一回入ってもらいたい。ほうでは行っちゃいましょうか。行っちゃいましょう。はい、手羽屋本店行きます。さあ、おすすめのお店の中に来たんですけども、木のテーブル、木の周りの感じちょっとあったかいんですけれども、お酒のラベルが店中にずらっと貼ってありますよ。これお献立帳なんですけれども、こんなに分厚くて、で今見たらこの手前のここまで全部お酒です。この手羽先絶品手羽唐揚げ、僕大ファン。吉岡さん大ファン。大ファン。今あの手羽先をとりあえず頼みたいんですが、はい、これをとりあえず一つと、それから色一つ、はいはい、これに合うお酒をちょっと飲みたいんですが、はい、こちらをぜひご賞味していただければ。これは飛龍ですか。はい、飛龍。飛龍、はい、こちらのオリジナルのお酒なんですね。はい、手羽屋オリジナルの飛龍になります。手羽先と一緒にいただけるでしょうか。はい、よろしくお待ちください、はい、お願いいたします。越後、はい、のお酒なんですね。はい、ありがとうございます。特別サービスね。失礼します。すいません、ありがとうございます。田中さん、僕は飲みに来る。おー、溢れんばかり。あ、すごいね、フルーティーですね。あの甘さを感じます。あのよく言うお米の甘さとか言うと思うんですけど、あ、これ結構甘めですね。甘めで
うんうん、これはねちょっと日本酒とか正直初心者ですがこれスキッと飲めるお味じゃないかと思います。失礼いたします。お待たせいたしました。ありがとうございます。手羽先からあげます。はい、私もここのファンですけど椅子に座った瞬間に手羽はい3人前です。あ、じゃあいつもはい3人前でこれが出てくるわけですね。あーなるほど。ん？お、なんか骨まで食ってない。うん、スパイシー、びっくりした。かなり今まのおおおかなりちょっと一口目は、はい、危険なので、危険なのでそうやめられない止まらないな感じで、これ表面のこのスパイスたくさんかかってるじゃないですか。これは何かちょっと秘密があったの？こちらは手羽屋の魔法の粉です。魔法の粉またそのハッピーなターンな感じのこれはねすごいお酒が進む味だと思います。本当に一度頼まれてなくなったらまた追加でご注文していただいたり。やめられない止まらないは厨房もっていう感じなんですね。すでにもう虜になりつつあるこの美味しさ真ん中になりますね。失礼します。こんにちは、ご主人ですね。今日はありがとうございます。ありがとうございます。これはささみの表面だけボイルしてあるものですね。はい、上の赤いのが豆板醤になってますのでネギとタレとあえてそれであの乗せながら召し上がっていただけると美味しいと思います。はい、こちらはあの長芋を厚めにスライスしてフライパンで醤油で焼き付けたもので、はい、このまま召し上がってこのまま、はい、この辛いの大丈夫でしたら、はい、豆板醤とタレとネギと、はい、混ぜてあの乗せながらバーッと。ではいただきます。これは非常に美味しい。うん、たたきみたいに焼いてある鶏なんですけれどもちょっと甘さも感じますね。そこにこうネギの辛さとコチュジャンのピリッとした風味これが加わってきますね。そしてこれもなかなか見ないですよね、山芋の博多焼き。ではちょっといただきます。うんうん、醤油バターでこう焼いた香ばしさもありでもこの山芋のシャキシャキ感は残しつつすごくねホクホクしていて美味しいですよ。手羽も含めて3皿いただきましたがどれもこれはお酒が進む非常にちょっと憎い一皿じゃないかと思いますね。はい、失礼します。 ありがとうございます。日本酒もおすすめなんですけど、はい、キリンのブラウンマイスターっていうプレミアムビール、この地域ではうちしか置いてないっていうことで、おすすめでやってます。ありがとうございます。プレミアムビールってあの原料を厳選したもので、はい、まあ普通よりまああの味わいが濃い感じで、はい、おいしい。あ、確かに今ご主人おっしゃってましたけど普通のビールよりも濃いですね味が。あの後まですごく引く感じがあります。うん、あのいわゆる最近のビールのスキッとした感じではなくこう後までじわっとビールの美味しいところが残ってるそんな感じですね。素晴らしいビールなのではないかと。店長がおすすめするだけありますね。やっぱりぜひこのご自慢の手羽との組み合わせ皆さんもお店に来てご堪能あれ。ほっこり町さん、今日は千葉編のパート1お送りしてきました。まあ、ポートタワーからこう上からまず千葉の町を見渡しましてそして次は遊覧船に乗って海から千葉の町を見渡すという貴重な経験をしたわけですけれども、まあ、あの工業地帯も含めてこう昔からあるものそして新しいもの全てを見ることができたあの遊覧船での旅というのはすごく印象的でした。そしてその町を見た後のこの手羽屋さんでのね
このお酒というのちょっと若干僕酔っ払っておりますけれども、まあ、それだけ酔えるこの千葉の街というのの魅力をまず今日1個垣間見えたかなというそんな感じがしています。堀町さん、次回もこちら千葉からお送りしていきたいと思います。それでは皆さん、今日はいつもの言葉でお別れです。おやすみなさい。次回も千葉編です。言ってみたら、縛ってるよ。昔はそうだったね。工作、あ、ね。